はい、どうもオールライトです。よろしくお願いします。今回はですね、このこれ水の真珠バルッタ、これのねクエストというかメインチャレンジをねどんどん進めていってるんですけど、ゾーラの鎧をね、なんかこのムズリに見せてくださいみたいなことをシドに言われたんだよね。証拠はこの鎧だぜみたいな、うん、言ってるんで、ちょっと見せて早速進めていきたいと思います。あ、待って、なんか後ろにこれ、あら、祠じゃんこれ。なんかこんなところに堂々と祠あるんだな。根津山。へえ。ちょっとこれ、後ほどやりたいね。ワープできるようにしとこうか、ここに。とりあえず。ムズリに話しかけるか。なんと言われようと、このムズリ、確たる証拠がなければ断じて信じるぞ。はい、証拠ね。これ見せればいいんでしょう。あれ、あ、わかりました。切ればいいんですね。はい、わかりました。見せてやるっていうのはそういうことね。これかっこいいよね。かっこいい。ちょっと従わないな。もうちょっとなんか、いい下があったらいいんだけど。っていうか、なんかちょっとこの手の位置的にさ、ちょうどなんか左手がさ、シーカーストーンにこうかかってるんだけど、なんかそのシーカーストーンが本に見えて、ちょっとガッシュベルを思い出すんだよな。大人になれない僕らの。あ、これ合うじゃん。脱いだら合うわ。ちょっとなんかちょっと違うな。ちょっとダメだ。似合うからって脱いでプレイすんのおかしいわ。ちょっとお、進みそう。ヘイ、服よく見るんだ。それはさっきのゾーラの鎧。なんとサイズがぴったりだぞら。そういうことね。そういうこと。これで分かっただろ。100年経っても体型が変わんないってことだよ。そう、誰のためにねこの鎧を作ったのかってことですよ。そう、ぴったりなのがね何よりも証拠です。なるほど。あ、そうだね、電気の矢欲しいわ。今見たらゼロ本だったんで。お前のことだ、もう調べてあるのだろ。むむむ、ミファー様はこのもののために鎧を作っておられたとは。作ってくれてたんだ。上手だな。治療もできて、で防具も作れて、すごいな。お、分かってくれた。一度吐いた泡にはちょいちょいなんか文字入れてくんのやばいな。ことわざにたんまり手に入る場所教えぞ。お、頼むわ、教えて。ちょっとどこでも行くからさ。雷獣山、試しの岬。その雷獣山には恐ろしい奴が住み着いている。ゾーラが食らえばひとたまりもない電気の矢を次々と放ってくる恐ろしい魔物。それを避けてとか、そういうこと。そうか、獣人ライネルか。ちょっと逆やばいな。あいつは電気の矢を使う魔物、あ、奴らから奪う。なるほど、リンクならなんとかなるだろう。あんま買いかぶらないでください。すぐ死ぬんで、一振りで死ぬんで。20本以上必要。オッケー、なるほどね。寄りますよ。いや、俺がイエスの答えるのはいいけど、シドが答えるのおかしいだろ。はい、行きますよ。里の東の滝を登るのが近道だ。そのゾーラの服が役立つ。滝つままで泳いで行って一気に滝登りだ。なんかそんなことできるの？真珠の入れる。ああ、落ち着く待機。オッケー、分かった。ちょっと行ってみるわ。いや、ちょっと迷子になっちゃいそうだからけどな。大丈夫かな、行けるかな。この上？これじゃないよね。はい、ということで、ちょっと見てみるか、一回。どうやらここですね、バルッタ。ここだな。こっから上がればいいのかな。ここが滝になってるのかな。ブーンって上がれるってこと。ちょっとわからん点も多いけど、とりあえず向かってみようかな。
なんかプレイしててさ、こういう一本直線、一本の直線とか見るとさ、もう早く通りたいなってまあ思うじゃないですか。で、馬呼ぼうと思って馬呼ぶんだけど、全然来ないんだよね。全然来ないんだよね。結局馬乗れるようになって馬も勝ったのに、馬全然来てくれないんだよね。このまま道なりで歩いてっていいのかな。うわ、外した、マジか。 OK、 いい感じで上がってきる。これ上から縦スケボーしたら楽しいな、すごい。いらんことばっか考えちゃう。え、全然違くない？この上から行けばいいのか。あ、こっちからこう、ああ行けばいいのか。こう、こっちか、見えやこう。楽しい、縦スケボー楽しい、楽しいな。しかも楽だしな。耐久値減っちゃうからな、大事な時にはできないな。うん、道合ってますね。なんかゼルダで登山してるとさ、すごい思うんだけど、あの僕静岡生まれなんですけど、富士山登ったことないんですよ。これ登りたいなと思って、いつの日にかね。うん、じゃあいざ登ってくださいって言われたら、ちょっといや、でもってなっちゃうけど、おっ、ちょ、やばいやばい、なっちゃうけどね。いや、でもってなっちゃうけどね。うん、でもいつの日にか登ってみたいな、富士山に。よし、ここで合ってんのかな。あ、ちょっと違った、ちょっと違ったっぽい。岬、ここここ、試しの岬だよね。試しの岬に行きたいんだよな。こことか登って大丈夫？うお、危ない危ない、怖っ。滝がどっかにあるはずなんだよな。滝どこよ。滝どこよ。嫌な予感してきたな。ひょっとしてあれじゃんっていう、あれじゃないっていう。で、試しの岬っていうワード出したんだろうな、そうだとしたら。こっちからこうだな、もしや。ゾーラの里にある東から上がっていけるって書いてあったから、これじゃないもしかして。すぐ左にあるって言ったら、ここだよね、絶対。で、多分見えるあれなんだよな。ちょっと、向かってみるか。あ、これ？これっぽい。あ、これっぽいな。これっぽいな、なんか。これっぽくない？これ上がってきたらいけるもんな。こんな登れる？リンク。そんな滝登れる？いくら鎧1個着たからってさ。ちょっと一回試してみるか。服変えて。まさかこれ登れるわけじゃないか。まあ、ちょっとやってみよう。登る。いや、な、なに、どうしたの、すごい、すごい、おお、パラセールまで開いちゃう、すごい。ごめん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 ね、ちょっと取り乱しちゃった。ああ、いや、すげえ来ちゃった、こんなとこまで。これもいけんの。いやいやいや、もうすごい、すごい、ハイリア人、すごいすごい。てかリンクだけなのかもしれない。すごい、いや、めっちゃすごい、すごいね。そんないける？ミファーすごすぎん？ゾーラ族惜しい人なくしすぎだろ、ちょっとそれは。なのにいつも陸のジャンプこれだろ。もう海で過ごせよ、もう。そしたらもう海で過ごした方がいい、絶対に。これはこんなちっちゃいジャンプなのに、いつもは滝登ったらあんな飛んじゃうんだから、すごい。なにこれは、本当にもう。はい、調べよう。
その2、魔物退治。うん、オクタロック、オクタロック、あれオクタロックってどんなんだっけ。なんかオクタは見覚えがあるけど、あれだな、あのタコみたいなやつだわ。で海からペコペコ、なんかペコペコっていうか、なんか海からそう岩を飛ばしてくるやつだ。え、体内に吸い込まれたのあれに。うんうん、ひらりと光った。それがもしかして、うん、指導寺の武勇で。そうなんだ、指導寺すごいね。これどうやってのあ、もう一個だけあったわ。さて、お、よこう。うん、すごい、何回見てもすごいね、これ。すごいすごい、飛びよ飛びよ、この後ほら飛んだ、すごいよこれ。 OK、 あ、電気の枝、うわ、もうあるじゃん、もうあるじゃん。日本じゃダメだよね、さすがにね。もうちょっと取った方がいいね。またここにもあるわ。え、なにこれ。この先度胸試しはほどほどに。うわ、マジか。え、ちょっと待って、あの飲み物持ってきていい？よし、じゃあ度胸試しするか。電気の矢がでもこんな感じで落ちてるんですね。落ちてるというか刺さってるというか。よし、お、なんだ、あ、なんかいる。お、すげえ、かっこいい。待って、これ戦うんじゃないよね。あー、こっち向いた、バババババ。お、はい、わかりました。これやるんだね、これやるんだね、これ。わー、ついにこういう時が来たか。まず服着替えよう。これに変えるやん。体力見える。2000はでか。待って、これ勝てんの、こんなに。武器こんなんでいけんの。ちょっとこんなんでいけるよ、本当に。これ武器壊れちゃったらどうすんだろうな。バレた、これバレてない。待って待って、でも待って、ちょっと待って、冒険手帳でさ、20本集めればいいんだよね。だから別に倒さなくてもいいんだよね。でも倒せたらいいよな。やるかい。じゃあどんなもんよ。あ、こんなもんか。ちょっと待った。情けな、ちょっと。マジで情けなすぎるだろ。これあれだね、まともに戦っちゃダメなやつですね。はい、弓矢早く撃ってくれませんか。ああいう攻撃か。さっきなんか槍みたいなやつあったよね。あの槍を、意味深ななんかカメラアングルだったから、あの槍さえあれば、あ、電気出た。あの槍さえあれば、ちょっと待った、怖い怖い怖い。これ縦構えてもなんか縦意味なさそうだな、なんか。矢がある、矢がある。オッケー、いっぱい。あぶねえ、一回で。ちょっと待って、たまたまか、たまたまかな。よし、まあいいや。で、なんか、おお、これ竹の、痛い。もう事故、もう帰ろう。あー、これだから最初気づかれない方がいいんだよね。うや、打ってくるよね。うやばい、あ、落としちゃった、落としちゃった。お、待って、いや、追撃で死んだよ。バレてない、バレてないですね。このバレてない間にちょっといくつか集めたいね。ここに刺さってる矢が、はい、数本しか取れないんだけど、これだと20本って言われてるのに。これさ、もうここで取らずに電気のやどっかで買うって、買ってってさ、で、はい、20本あそこで取ってきましたけどみたいな顔で届けたら、あ、やべ、バレそう。こそこ、あー、バレたわ。来てる、あぶね、いや、また撃たれる、あぶね、いや、おし、ちょっと本気出すか。とりあえずかなりこそこそと取りに行かなきゃいけないんだね。本当はあのかかりこ村で売ってるさ、忍びの服みたいな、なんかやつ買っておけばよかったんだよね、多分ね。で、あとこの電気の矢の
形見てると思うけど、あのムービーで映ったのはあれ槍じゃなくて矢か。槍がどっかにあんのかと思っちゃってたよ。よし、ちょっと待って、これで今6本ね。であと14本をこの感じで集めていかなきゃいけないのか。結構むずいな。結構むずいよ。全くあのライネルと関係ないとこで撮りたいな。いいよ、まだ向こうにいるね。あ、せっかくだから写しで撮ろうかな、これ。はい、保存。よし、オッケー。さて、あー、あれ欲しいな。あそこに矢が刺さってるんで、ここにいっぱいある。いいね。あと何本？あと9本。こそ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 。いやー、ついにこういうのと戦うのかなって思ってちょっと内心ワクワクしてたんだけど、いやー、またもやあのリンクがコソコソしてる動画を YouTube に上げなきゃいけないっていう、ちょっと恥ずかしさもありますけどね。まあこういうクエストなんで。あ、あそこにめっちゃあるじゃん、めっちゃあるじゃん。これ、これいいね。こっち側に来れたの結構でかいんじゃない？あそこに刺さってる。なんでこんなところにでかい矢が落ちたの？こんな的当てでもしてたんか。お、なんかゴーゴートカゲも取れたぞ。ラッキー。てっぺんまで来れましたと。お、てっぺんはちょっと多めにあるもんね。1、2、3、4本あった。ラッキー。オッケー。で、なんこれ、ゾーラの戦士、貯水湖へ飛び込みその勇気を示せ。どういうこと？貯水湖へ、なんかそういう肝試しみたいなやつやってたん？わかんないですけど、これで20本集めたんで、クエストが更新されてる。貯水湖で待っているシュドと合流しよう。うん。よし、じゃあ行こうか。はっ。どこにいるかな、シュド。貯水湖にいるんだよね。ってか、ちょっとごめん、見忘れちゃった。貯水湖で待ってる。だから、あっていいよね。貯水湖にいるんだよね。一回閉じようか、これ。で、これぐらいでもう一回開いて。よし。ここちょっと気になっちゃうな、これ。水すごいことになってるから。すごそう、なんか。え、なになに？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 何が起きた？ちょっと待って。やっべ、無駄なことしたわ。いや、めんどくさい。もうちょっと待って、ちょっと。え、あそこ入れないの？あの花のところだからとかじゃなくて入れないのか、もしかして。わからんな。うん、ということで貯水湖はもうちょい向こう側なんだな。こっから飛んで向こう側まで飛んでみよう。あの橋の方を目指してるんだけど、大丈夫？合ってる？これなんかもうこの真上ちょっと通るの怖くなってきてるもんな、若干。あ、貯水湖だ。よし、オッケー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 。これぐらい、これぐらい、これぐらい、これぐらい。よし、オッケー。ええ、着いた。ほんで、どこにいる？おん、どこにいる？ちょっとアバウトな待ち合わせ場所しか聞いてないんで、ちょっとあの不安なんですけど、あれ、どこにいらっしゃいます？シド。東の貯水湖で待ってるシドと合流しよう。東の貯水湖で待ってるってよくよく考えたらバカ広い範囲の話してるな。マジどこにいんのよ。向こうじゃなくて、だから調べたんだけど、ここから飛び込んで右側のここ、あそこがなんか、あそこがなんか貯水湖らしいよ。合ってんの、それで。本当に騙されたと思って行ってみようか。この下ってこと？ここ、ここ、いた！本当だ。あ、いたわ。
これや、これですわ。いたように見えなかったんだけどな、さっき来た時は。まあいいや。ああでも向き違うんだ、逆側に行っちゃったんだ僕多分。 OK、 よし、シド着いたぜ。待たせたな。お、来たな、リンク。間違えていたぞ。準備できたけど、まだ準備してない。ごめん。ごめんごめんごめん。ああ、装備した方がいいってこと？もしかして。準備できた。装備した方がいいのかな？装備するか、一応。装備。ゾーロの色着てるから。よし、オッケー。いや、またこれ見んのかい。準備しました。グッジョブだ。さすがはリンク。さあ、水の真珠を沈めに行くぞ。それ！何やねん、何やねん。おお、かっこいい。それはかっこいい。それはかっこいい。お、早いな。水の真珠の背中を見てくれ。背中？さっき吹き飛ばされたけど、俺。ん？ピンクに光る装置が見えるだろう。あれを電気の矢でいるんだ。はあはあはあ。あの二つ見えるやつでいいのかな？点滅してるように見えるやつ。滝登りの力がある。うん。連れて行く。そこの滝から飛んで狙うんだぞ。はい、わかりました。うん、ちょっと頑張ってみるわ。いいよ、わ、え、頑張るわ。よし。はい、乗ります。すげえ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 。おお、いいね。いいよ、いい、いい機動力、機動力だよ。何、大丈夫これ、大丈夫。おお、めっちゃ離れる。大丈夫大丈夫。怖いよ、リンク泳げないから、そんなに。うん、うんうん、大将。おお、マジで大丈夫。ちょっといける。おお、俺がやんのかーい、俺がやんのかーい。いや、どうやって、ちょっと待って、押して、ちょっと待って。これでいい、これやっちゃっていいの、これ、これじゃないよね、これ。え、これに打っちゃってたらダメだよね、もったいないね、これ。だいぶせっかく、いやいやいや、食らうんかい。ちょっと待って待って待って、一旦待って、一旦待った。これ一回、これギア変えた方がいいでしょ、絶対。これでいいでしょ、これは。これでいいでしょってことだよね。よしよし、 OK、 わかったわかった。はいはいはい、わかったわかった。 OK、 お、滝登りの瞬間来る。登る登る、ありがとう、シド。ここで、ここでこれに変えとかないとまずいんだよ。で、いけー、当たった、いい、合ってる。シド、俺のことちょっと、ちょっと待って、シド、乗れ乗れ乗れ、オッケーオッケーオッケー。ああ、こういうこと、こういうこと。いいね、いいね、いって。これをいちいちこれ切り替えといた方がいい気もしたけど、別にあのままいけるのか。まあいいや、もったいないからね。おい、これ危ねえ。はい、うちは、な、待った待った、あ、風でずれるな、ちょっと電気の、はい、変えます変えます、わかりました。いいね、優しいよ、シド。ちょっとスピード感に欠けるけど申し訳ないね。電気の矢ここでいっぱい打っちゃってたら終わっちゃうからな。いくぜ、乗れ、いけ、打つぜ、射抜く射抜く、今だ、それ、ナイスー。で、また降りて乗せて、よし、いいねいいね。で、これもまたこれ切り替えて、はあ、分かってきた分かってきた。なんか、なんか、まだ形変わってない。どうやって見るの。おお、やべやべ、なんか違う感じで来てる。あ、やべやべ、怖い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 、また、おお、来ないんかい、え、来るんかい。そして、どの軌道で来る、どの軌道で来る。はい、撃ちます。なるほど、あー、結構お手のもんですよ、こんなものは。4つかな、4つあんのかな。だからあとこれやって、あともう1回って感じかな。同じこと、そい、うち、ま、え、どこ、そこ、オッケー、やります。いや、当たってる、バカバカバカ、しまった。だから、いけた、今いけたっぽいな。いや、当たってねえわ、やっぱ当たってねえわ、ごめんなさい。よし、ちょっとエイムがずれるな、全然。はい、電気の矢ですね、わかりました。もうシドに言われるがまま。あんなにバカにしてたのに、
シロに言われるがままです。あ、ここで切り替えれんのか、弓矢モードだと。なんだ、先に行っておくれ。どこだどこだ、こっち側、どこ、待って、どれ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 、向こうでいいのっていいのかな。あ、ずれてる、ダメだ、ちょっと待った、まずいな、なんかうまくいかないな。どこなの、どこのやつこれ。あ、危ない、忘れてた。あれでいいんだよね。ちょっといい位置でやった方がいいのか、見計らって。これぐらい、あ、これぐらいでいいんだ。よし、オッケー、乗せて、サンキュー。いや、これちょ多くない。待った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 、変に言った、変に言った。はい、めちゃくちゃ多いんじゃないこれ、くんの。うわ、危ねえ。よし、オッケー。で、あれぐらいでいけんじゃん。おい、当たった。んーで、あ、ずれてる、まずい。あー、ちょっと待って、飛んでる。おー、来てる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 。はい、オッケー。あー、ずれてるな。おい、オッケー、はい、オッケー。よいしょ、あー、ずれた、まずい。そろそろ回復させたいところだな。いや、ずれるんかい、ちょっと待った、まずい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 、危ない。あー、結構むずい、結構むずいな。純粋に弓矢だけでやんなきゃいけないってのは結構むずいな。よし、え、今の食らうんかい。なんか結構、なんかずれるな、だいぶずれるな、なんか風の考慮ができてないのかな。こう、あー、こうか、こっち気味で打った方がいいのか。あー、なるほどな、わかったわかった、オッケー、あるある、これでラストじゃん多分。よし、行きます、これでラストに してみせよう。行くぜー、それ、よっけー、いけたいけた、最高だぞ、最高っていうよりか、あ、でもいいんじゃん、いけたんじゃん、オッケー。雨止まった、雨止まる、わ、止まってきた、やった、ルッタの補正弱くなった。え、何動くの。あ、そうそうそう、中に入ること。おー、うまくやってきてくれたって。え、中どんなになってんだろう。リンク、ありがとう。いや、こちらこそ。真珠の放水は止まったぞ。うん、けど、君がやらなきゃいけないことはここからが本番なんだろ。まあそうなんですよ。うわぁ、うわ、いよいよ、いよいよゼルダの伝説っぽくなってきた。遅いな、なんかなるのが。よし、うん、うわぁ、必ず生きて帰りますからね。うん、リンク、君は最高だ。何、ちょっとシドかっこいい、ちょっとやだ、かっこいいちょっと最初バカにしてたけど、いいな。シーカンストーン、かざし場がある。おう。無事だったんだね。え？私、思ってた。うわ！いつかあなたが、ここに来てくれるかもって。これミファーじゃん？ガノンに乗っ取られたこのルッタを、取り戻しに来たんだよね。せやで。お前が取り戻す。それなら
まず内部の構造を示したマップを手に入れて。え、なんかこんなに独特しいの中身。あれは何、あれかざしたら勝ち。あれがマップの情報が入った誘導石。あ、なるほど。あそこまで行って。めっちゃ教えてくれた。いや、これでかいぞ。よし、じゃあ一旦ここで止めよう。次はね、このルッター攻略していきたいと思います。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで、バイバイ。